今日も人探しは不発。だいたいシャドルーのマークって本物なのかと。あいつもさ、発送元の住所くらい書いとけって感じだよな。なあアザム、俺ってバカなことしてるかな。ただの一般人が友達を探してシャドルーの基地に潜入しようなんてさ。若がバカなことをしたいと思われるなら私は従うのに。そうじゃなくてさ。でもさ、あのネット中毒が一通もメッセージをよこしてないんだ。そりゃ研究で頭がいっぱいになったら 2,3 日は音信不通になることもあったけど、でももう10日以上だぜ。あげく来たのがこんな小包み一つ。友達としては気になるだろう。やっぱり若、食事が冷めますぞ。よっと。マジで？あいつか？そのマーク、あんたシャドルだな。なんだてめえ。シャドルの基地の場所を教えてくれ。あんたには迷惑かけないから。こんな街中でシャドルシャドル言いやがって、十分迷惑だったんだよ。シャドルを抜けたんだ。なら行ってもいいじゃないか。俺は友達を探してるだけなんだ。友達はこの近くの SIN って会社の研究所に勤めてたんだけど、行方が。で、お前のダチのことなんか知るか。若のためにお願いいたす。最後のメールは12日前か。大勢死んだか。そういえばネットで見たな、そんな記事。そこそこ強いんじゃないかな、たぶんと。レス早いな、マヤ。この座標の場所に竜がいる。自分の力量を知らないならそこに行け。力って言ってもシャドルーと直接やり合うつもりじゃないし、基地に行って友達を助けて帰ってこられる程度の力でいいんだけどさ。それを竜というものと戦って測ると、ストリートファイトの世界じゃ有名な男らしいぜ。そいつと互角にやれたら。竜ってなんかいかついやつなのかな。よし、最初は軽く挨拶を。俺は逆巻く風のラシード、世界を旅する風のヒーローさ。若、ああ滑ったか。
ヒーローがなぜここに？話せば長いんだけど、とりあえず俺と戦ってくれ。自分の力を試したいんだ。あれ？ネットじゃ構えたらとりあえず戦ってくれるって話だったけど、調子悪い？なんか怒ってんのかな？怒っておられるわけではなさそうですが。おい、気分が乗らないなら。わかった、戦おう。さすがだな。それにあんた、昇竜拳。そうか。いや、負けた負けた。でも助かったよ。ちょっとは分かった気がする、自分の力ってやつ。ありがとう、あんたと戦えてよかった。ああ、俺もだ。負けましたな、若。負けたな。それで、ご友人探しはおやめになるのですか？いや、さっきの戦いで少し分かった。あの竜ってやつの拳から伝わってきたんだ。進む意志みたいなものだ。拳から？力があるとかないとかは問題じゃない、俺がそれをやりたいかどうかなんだな。お前もそれ言ってたんだろ、若がバカなことをしたいと思われるならって。若、俺は友達を助けたい。相手がシャドルでも一人でも。悪いなアダム、俺がやりたいことに付き合ってくれるか？一人ではございませんぞ、若。もちろんお供いたしますとも。